はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、八海山の日本酒の、搾りたて、原酒、生酒の、越後で早漏の青ラベルです。本製品は熱処理をしていない生酒ですので、新鮮な香味を味わっていただくために5度以下の冷蔵にて保管してください。ということで、300ml ね。俺あんまり飲まないんで。で、いちいち冷蔵保存なんで、ね、そんなでかいの買ってもね、あれですか。原材料名が、米かっこ国産、米麹かっこ国産米、醸造アルコール、アルコール度数が19度です。こちら、12月ぐらいに、冬季限定で発売する、10月だったっけ？やつですね。で、これ青ラベルなんですけど、これの、赤ラベルっていうのが確か1月ぐらいにもまた発売するんで、その時にまたね、飲んでみたいと思います。八海醸造株式会社です。まあ、これは多分普通酒の生原酒なんだろうな。多分。それじゃあ早速飲んでいきたいと思います。まあ限定ですからね。アルコール度数19度ということで、結構強い。それじゃあ乾杯。ちょっと甘いな。若干。八海山。酒造。ちょっと甘いですね。あれ？おかしいな。この青ラベルが10月から3月限定で、これの赤ラベルってやつが12月限定発売って書いてあるんですけど、今12月10日なんだけど、あれ発売してなかったな。売ってなかったもんな。もうちょっとかな。で、その赤ラベルは何が違うかっていうと、純米吟醸の原酒と。こちらが多分普通酒の原酒なんですよ。で、これが日本酒度がプラス5ってなってます。で、その赤ラベルっていうのが、日本酒度がマイナス2なんで、かなり甘いものですね。になってます。で、サイトで確認すると、酸度が1.6、アミノ酸度が1.3、そして使用米が山田錦、かっこかけ米、と500万石と、コシイブキほか、となってて、精米部合が60%。で、赤ラベルが、使用米が山田錦、と、500万石、となってて、精米部合が50%。まあ、高ラベルの方が高いでしょうね。ちょっと甘いな。やっぱ、まんま、原酒ってあんまり俺好きじゃないんだよな。原酒で当たり引いたことないな。で、こちらが19度なのに、アルコール度数が19度なのに対して、赤ラベルが17.5度と、ちょっと少ないですね。越後で早漏青ラベル。酒造りの最盛期、冬限定で発売される搾りたて原酒です。フレッシュで荒々しい搾りたて原酒ならではの飲み応えと爽やかな香味バランスをお楽しみください。で、赤ラベルが、年に1回12月限定で発売される純米吟醸の搾りたて原酒です。八海醸造が培ってきた技術のもと、長期低温発酵にて丁寧に仕込まれます。純米ならではのまろやかさを残し、搾りたて原酒のフレッシュな荒々しさだけではない、洗練された旨味を追求しました。で、このちっちゃい 300ml と 720ml と 1.8L があります。
やっぱ甘いな。ちょっと辛いんだけど甘いんだよね。甘さが結構あるんだよね。ああ。微妙だな、これ。結構甘いわ。正直言って。正直言って結構甘いわ。あ、なんか、越後で揃うの赤ラベルの、あれ、画像っていうか、今仕込んでる、ブログのあれがありますね。ブログっていうか、サイトに、12月1日。あ、じゃあ1日だからもう発売したんじゃねえか。瓶詰めが12月1日のブログで書いてありますね。画像とともに。瓶詰め。ええ。ご希望の方は、最寄りの八海山お取り扱い様に、お取り扱い店様にご予約いただくか、お近く、お客様のお近くのお取り扱い店様をご紹介させていただいておりますって書いてあるから。これ電話すればあれだわ。教えてくれるわ。なんとなくこれある場所大体わかるけど。まぁ、ちょっと、またそこ行って売ってなかったらこれ、ちょっと電話してあれだな。調べてもらうか。あ、こぼれた。エチゴです。微妙っちゃ微妙です、ね。正直言って。だって俺前、純米原酒飲んだけどさ、特別純米原酒ってやつね。6月から8月の限定のやつね。あれ飲んだけど、あれとなんか、似たような味するもんな。それに比べると、ちょっと、辛い気もするけど。あっちはもうちょっとあれだったかな。もうちょっとこの辛さがあんまなかった気がするな。いや、やっぱ、八海山普通酒に限るわ。普通酒に限るわ。普通酒。普通酒に限る。やっぱり普通酒がすっきり飲みやすい。微妙。正直微妙。これは。正直微妙だな、これな。微妙だな。あ、結構甘い。結構甘いわ。今日ね、セブンイレブンで、進撃の巨人の、エナジードリンクが売ってたんで、ね、この、なんだ。これ誰だっけ？主人公のね、妹か。義理の姉。
のね、やつ買いました。この子は可愛いですね。強い。強い上に可愛い。ちょっと、あれの、俺の嫁ですね。俺の嫁になった。進撃の巨人が俺の嫁。ナンバーワンですね。ということで。まあ、これ微妙。微妙、コク。コクもまあ、普通で甘みが結構あるね。香りもまあ、ないこともないけど、そんなに、微妙。3432です。ご視聴ありがとうございました。